地震空白域。地震空白域は、かつて地震活動があったにもかかわらず、長期間にわたって地震の震源がない、またはこれからもしばらくは起こらないであろうと予想される地域のこと。震度ではなくマグニチュードを基準としているため、離れた地域で起こった地震の影響で強く揺れたとしても、その地域は地震空白域であるとされる。空白域は、 大地震の前兆として見られることもある。出現形態は千差万別で定説がなく、普遍的な認定基準がない概念であった。しかし、微小地震観測体制の充実により得られた、均質な地震カタログデータを対象に、統計的手法を用いることが可能となった。例えば w ィ i m ー,マーウ w ズ i s は、 地震活動の変化量を標準偏差で規格化した Z 値というパラメーターを使って時系列グラフや静音化マップを空間的に描き出す手法を提唱し1994年以降はその手法を利用する研究者が増えている。地震空白域は第一種と第二種の二つのタイプに分類されるが第三種空白域の概念を加える説もある。 すべての空白域がこのメカニズムで完全に説明できるわけではなく、現在も研究が行われている。体上に細長く連なる海溝型地震の発生地帯の中で、周囲では大地震が起こっているにもかかわらず、大地震を起こしていない地域である。大きな力がかかっているため大地震が近づいていると考えられ、大地震の未破壊域とされる。 地震多発地帯の中にぽっかりと穴の開いたように存在する地震の震源のない地域である。普段は小規模な地震が発生しているが、ある時期を境に地震が極端に少なくなる地域であり、地震活動が静音化している地域である。常時地震活動が少ない地域だという解説もある。ため、地震が少ない地域、地震が起こらない地域だと誤解されることが多い。 一部の研究者により提唱されている概念で、その実態と意味付けは、必ずしも明瞭ではない。これは、普段から中、小規模の地震が起こっている断層や、断層帯の中で地震が起こっていない地域である。同様に力がかかっている断層の列の中でまだ、ずれていない部分だと考えられている。第一宿空域と第二宿空域の両方の性質を持つ、 中間的な概念である。この空白域が発生するメカニズムについては、完全に解明されたとは言えないが、大きく分けて二つのメカニズムがあると考えられている。一つは、その領域の断層面やプレート境界面、海溝であれば海底深部に流動的な物質が存在していることを原因とするものである。流動的な物質は地震。 というよりも滑りのエネルギーを伝えにくくし、よって地上で感じられるエネルギーは多分に減衰され、地震空白域となるとされる。つまり、地震を起こさずに平穏に滑っている地域であると解釈できる。このメカニズムの場合、力は適時解放されているため、地震は起こりにくいと考えられている。もう一つは、その領域で応力が安定していることを原因とするものである。 断層面やプレートの境界面に大きな圧力がかかっていない、あるいは大きな圧力がかかっていてもそれが、喫光指定的な破壊が起きていない、あるいは大きな圧力がかかっていても、その力がまだ地震を発生させるほどの大きさではない、ために地震が起こっていないとされる。つまり、地震活動が永久に休止している地域、または一時的に休止している地域であると解釈できる。 このメカニズムの場合、圧力がかかっている場合ならば、力が蓄積されていると考えられ、今後地震が起こりやすいと考えられている。地震空白域と誤解されやすいのが、広範なプレート上に位置し極めて安定した地盤を持つ地震のない地域である。これは、プレート同士のせめぎ合いがなく、直下型地震や内陸性地震、古い断層で起こる地震しか発生しないため地震が、 ないのであって、地震空白域ではない。例えば、アフリカ中部、西部や南アメリカ東部などが挙げられ、これらの地域は安定大やクラトン、安定陸海と呼ばれ、あえて地震の有無を基準とすれば、無震体とも呼ぶ。日本は4つのプレートのぶつかる地震大国であり、基本的にどこであっても、大地震、被害地震の危険性がある。2007年には、 それまで空白域と言われていたのと半島北部地域で、のと半島地震がなし、そのことを裏付ける結果となった。また、プレート間の沈み込みが、未だ浅いユーラシアプレートと、北アメリカプレートが接する日本海東円、変動帯では空白区域が多い。以下は日本において、現在も存在する主な空白域である。これらの地域は、 地震空白域と言われていたが、大きな地震が発生した地域である。1980年代末以降、日本海沿岸域の広域で、地震活動は静音化していたが、京都府北部から鳥取県西部地域では、M5 クラスの地震が数回発生し、日本海沿岸の静音域の中では活発な活動が起こっていた場所である。このような静音域中の活動域は、 暴力の集中しているアスペリ機として注目されていたが2000年鳥取県西部地震 M7.3 の予見までには至らなかった。琉球大学名誉教授、木村正明は空白域中にある活動域、先行滑りをする領域を地震の目として M6.5 以上の地震の中期予知に使っており、 実際に2000年の鳥取県西部地震や2011年の東地方太平洋沖地震等の中期予知に成功したと主張している。気象庁気象研究所は1996年5月から滋賀県高島市及び福井県鶴ヶ市の観測点に石意識三成分歪み系と傾斜系を設置し連続観測を行っている。また、静音化の検出と 活発化を検出するツールが作成され気象庁にて利用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。